こんばんは。今夜はギリギリガールです。なんこれ、なんか出てきた。アイス、ありがとう。こんばんは。こんばんは、皆さん。今日はハタ君の誕生日でしたね。29歳になったみたいで、はい、おめでとうございます。ハタ君おめでとうおめでとうね。あっという間だね。私の誕生日も来月なのでね、皆さんね、そう、1ヶ月切りましたもんね。早いね。なんかもう本当についさっきみたいな誕生日迎えたのくらいの感覚なので、ちょっとね、はい、あっという間だなという。今年の生誕は、まあ、当日はないと思うんですけど、さすがに当日生誕はないと思うんですけども、まあ多分8月中にはできると思うので、はい、それで来月はマヤと同い年になる。マヤは私の1個上です。はい、皆さんぜひ生誕祭も当ててきてくださいね。ミチキッチフェスもありますけど、はい、ぜひお待ちしております。でも生誕祭ってね、本当にね、あのね、こうやってお祝いされるのは嬉しいんだけど、緊張するんだよね、やっぱり。いろいろね、緊張してしまうのよ、生誕祭ってね。誕生日は日付またぎ配信する、もちろんする予定です。する予定ではいます。はい、まあ、今年は姉は多分いないと思うんですけど姉いないと思うんですけどね。まあでも8月のどこかしらにはなんか帰ってくるような噂を聞いたので、まあどこかしらで配信はすると思います。はい、まあ、なのでぜひ16日の夜は来てくださいね、皆さん。私が来るかもしれませんね。今の時期に帰ってくるかもしれません、わかりません。8月はね、やっぱり、まあ、フェスだったりね、すごい楽しみなこともあるので、はい、まあ誕生日もあるし、はい、楽しみます。
今とにかくね札幌のツアーに向けて、はい、まあ言うてもうもう3日後とかかな、3日後4日後とかですよね。ね、そうなんですよ、7月は、はい、札幌を楽しみつつって感じで、札幌祭りちょうどやってみたいで、いいですね。なんかでも今週末はね、なんかあのちらっと見たんですけど、なんか7月末とかでもなんかイベントあるじゃん。なんか私過去に行ったのがなんか多分ハチキちゃんたちがなんかねなんか何かに出るみたいなんですけど、出るのかラジオするのかしようからないけど、一宮の七夕祭り、もうかれこれ SK に入ってから行けてないんですけど、もうよく行ってました。はい、懐かしい祭りがあったりしてね。もう4月からはいろんなとこで祭りがありますけどね、今年は祭りに行けるのかという感じで、まあでもツアーでね浴衣着て祭り気分をちょっと味わったんですけど、はい、そう岐阜のお祭りもねちょっとあの今年も行けないので、牛で夢のお祭りは長良川かな。まあいろんな岐阜にあるお祭りはいろんなではないけど何個か行ったことあるんですけど、まあ一番大きいのはそうだね、そう長良川かなって思うので、私8月10日なんだよね、サマステと大かぶりサマステと大かぶり、そうなのでちょっとね大しゃべりみたいに、まあ、だとしてもね、あのちょっとあの人混みにはあまりこうあのいけないタイプなので、なんか例えばディズニーとかの人混みならまだいいんだけど、ここお祭りのあの人混みだと帰れなくなるみたいな、まあ、実際に何回か経験したのでそれを踏まえたっていうか、もうそれが怖くてあんま行けないっていうお祭りに、トヨタのおいでん祭り行ったことない、行ってみた、そう行ってみたいね。でもおいでんもいつだ、おいでんも行けないんじゃないか、わかんないけど、ね結構有名な、名古屋とか愛知か、愛知のお祭りいっぱいありますけど、去年のプリマステラが長良川花火大会いい場所から、そうなのよ、私も何年か前はねその中継に出させていただいて、もう素晴らしかったです、はい素晴らしかった、ね、今年は近くで花火を見ることがあるのかしら、こんばんは、そうだね、お仕事でお祭りのお仕事が来たらもう嬉しいですよね。でそんな話をしてたら私今から大富豪しようとしたんだ
めちゃめちゃいろいろ話をしてましたけども、はい、明日あの公演なので、はい、久しぶりの、はい、ぜひ劇場に来られる方はよろしくお願いします。はい、ちょっとね、そう、他のチームがすごい追い上げてきてるので、はい、頑張らないとなという、マジで本当に追い上げてきてるね。ちょっとみんなよろしくねよろしくね。今ちなみに私大富豪です。とりあえず一戦するねマッチングしません。大富豪だからかな。ぜひ今のうち皆さんもポチポチしてください。よろしくお願いします皆さん。このあとあれだね、あの時間言うねちゃんと時間言うね。うわー、どうしよう、むずい、何を渡したらいいんだ。よろしくお願いします。スタンプで圧かけれるかな。うーん、どうしよう、勝てそうではありますけど、わかんない、勝てるかは。でももうバイブ機能切りました皆さんに教えてもらって、はい、バイブ機能というものを革命起こしちゃうよイエーイ、上がり、ありがとう。みんな多分忖度してくれてる、ありがとう。ちょっと今対戦中なので、はい、おしゃべりしようと思うんですけど、あの今日からね、あの幕張メッセの9月分、はい、あの4時抽選販売かながスタートしまして、締め切りが明日の正午なのかな、結構もう、はい、早いので、はい、皆さんちょっと忘れないようによろしくお願いいたします。そう、4時抽選販売が始まっております。ぜひ皆さんお待ちしております。まだ続いてる、頑張れ頑張れお、終わりました、ありがとうございます。お、出ました、855です、ありがとうございます。57分からできる、ありがとう。じゃあ57分からやる、みんな間に合うかな。57からスタートするよ、みんな、みんなあやめろのカードにしてね。はい、マッチングしたかな。
でもあやかまだねマッチング中、大富豪だからね遅いんだよね。あ、いる、私のファンの人、よろしくお願いします。そう、大富豪だとねクルクルして遅いんだ。何あげよう、ちょっとやばい手札、みんなあやめろの手札弱いからよろしくねみんなあやめろの手札弱いからよろしくね、みんな。ちょっとマジでやばい、激弱、結構やばい、結構のやばさ。みんなちょっとあの書き読んでくれると嬉しいな。いけるかな。あの貧民の方が追い上げてきてくれるんだけど、ちょっと厳しいな。あ、いや、うわうわ、ちょっと革命しようとしたんだけど革命できないや。一緒に気をつけます、ありがとう。これ私多分負けましたね、200落ちしそう余裕で。あ、終わっちゃう、終わっちゃうかな。ということで皆さんありがとうございました。ちょっと雑談が多かったね、始まる前に少し喋りすぎちゃった。みんなそれではありがとうございました、おやすみなさい、バイバーン。ありがとう大富豪も皆さんありがとうございました。